第16は魔王ミリム来襲に関する海外の反応集。ベスターを差し出し、ある程度のくさびを打つガゼルはなかなかの手腕だよ。ガゼル王の後ろ盾はすでに左遷先のように使われてるジュラ・テンペスト連邦国はな。回復関係の充実は今後必要だと思うけど。久しぶりのベスター。あの時よりも反省して、かなり成長したみたい。多分、盟約をうまく使って自国に侵攻されないよう不可侵条約みたいにしてる。これはモンスターガールアニメなのか？女性のホブゴブリン、鬼鬼人、ドライアド、そしてリザードマン。今更かよ。ガビルまで仲間に加わってきてますます王女隊になってきたな。オープニングやエンディングで家族のイメージをつけようともしているなわら。草加の部下の男二人もかなり人間っぽく変わったぞ。おそらく草加側の連中は総英の力に感心してたから、それが影響したんだと思う。自分のなりたい姿に進化するって感じなのか？大体それで合ってるよ母。草加ちゃんはリザードマンの面影ほとんどない。妹についてたリザードマンも人間化した。マジ、女のトカゲの進化には笑わせてもらったわら。変わりすぎだろわら。テンスラはモンスター娘のいる日常だった。リムルの名付け能力、嫁化能力は最高だな。約40年間童貞だった影響が。リムル、37歳童貞が名付けしたら、女子たちは可愛くなるわら。兄と妹でこれほど進化形態が変わるとは。二人の中にも影響しそう。総英はついに忍者部隊の編成に成功したな。今回の日常会ほのぼのした雰囲気を醸し出してたけど、戦力補強会だよなこれわら。どんどん連邦が増強しているな。アニメはすぐに人間化しちゃう。リザードマン女子だけ進化というかフレンズになってないか？確かにコスプレ感は否めない。ファンタジーであって SF ではない。真面目に捉えたら終わり。ケモナーからブーイングが起こっている。ドラゴニュートになってドラゴンの羽の生えた人間。はぁ、あ、なんでメスケモの姿残さねえんだよー。リザードマンくのいち可愛いセクシーで嬉しいのだが、なんか複雑ー。リザードマンが全員人型になっちゃったのマジでがっかりだよ。リザードマンの面影ねえじゃねえか。毛も成分なくなったら単なるコスプレですやん。角とか翼とかきちんと設定してほしい。カズマの場合は楽だったよね。人間、変える。アニメはストーリーの流れが早いから、なんでこうなったかとか細かい部分まで書かれてないんだよ。最も可愛いリザードがついに仲間に。ガビルの扱いがゴブタ君と被るねわら。カズマちゃん。ガービール、ガービール、ガービール。はいはい、ガビルです。確かに可愛いトカゲだ。ガビルがなんか捕虜みたいな仕事やらされてる。一応戦闘スキル高いから通常時だけだと思う。ガビルだけグリーンの方がかっこよかったな。ドラゴニュートガビル、なんか2プレイヤーカラーみたいになっちゃったなわら。洞窟で暮らす性質があるからいいんだよ。これだけの国民を束ねるわけだし、武力だけでなく商業とか産業も発展させないといけない。リムルは産業を回復役に絞ったのかもしれない。数年以内に世界の覇権取れると思う。ベスターやガビルみたいなちょい役の使い方はよく考えられてる。普通だったらもう出番はないな。魔王なのに可愛すぎやろ。彼女がどれだけ偉大なのかってのがわかるな。ミリムってスレイヤーズの世界の住民みたいな服だな。オマルパイは言うほど胸小さくないと思うけど、リムルの胸趣味には困ったものがある。カンナちゃん後の最高級ドラゴンロリ。ミリムをロリというのはどうかと。ミリムの尻にしか目がいかない。原作よりも判決度合いが増してる、ロル。ズームインしたら谷間にも見える。胸か尻かわからんな。オマルパイになりすましているお尻。待てってわら。プアランが、まあ、素量が10倍以上です。部下たちが勝手に攻撃して、彼女の機嫌を損ねなかったのはラッキーだったな。彼女は戦うことが好きだからそこは問題ないと思うが。蜂蜜の誘惑に負ける？ミリムが本当に敵対する気がなかったってことだと思う。もし本気でやり合う気だったら、勝てなかったと思う。リムルもだんだん腹黒くなってきたなわら。蜂蜜の一連の流れがこのスバポカッタロル。おそらく悟空とルフィも同じ手を使えば勝てるぞ。ツインテールの最古の魔王がミリムなのか。特に苦労しないで蜂蜜で飼いならすとかすげえな。魔王なのに蜂蜜のうまさを知らなかったのか。ジュラの森さん蜂蜜がうまいのかどっちなんだろう。ガゼル王にはタメ口なくせにミリムちゃんには敬語なリムルちゃん。どういう線引きしてるんだろうね。どちらもタメ口だと思うのだが。ミリムはあまりにも可愛すぎる。ミリムちゃんはいろいろと詰め込んでるキャラだな。可愛い、面白い&怖い。父アビルからもらった槍で戦ってほしいな。川の向こうに親父がということは、要するにサンズの川だろ。こちらの世界の宗教的概念がリムルの世界にもあったとは。最高の魔王はここにいる。我らの蜂蜜を愛する魔王様、ミリムナーバを歓迎しましょう。ベストフレンドリムル&ミリム。どちらかというと姉妹みたいな関係だよね。
ミリムちゃんが幸せそうで何より。女性と一緒にお風呂に入れるまでになっただと。無性別だから女風呂に入ってもおかしくないな。かつてのリムルは自分の分身を女体化させた姿を見ることすらできないピュアなものだったのに。9話でゴブタがオマルファイはいつ成長するんだ的なことを聞いてたな。それで綺麗な回し蹴り食らってたな。母ゴブタがミリムに同じ質問したらどうなるか気になる。ロル、テンスラの世界にも感力を持ったシュナちゃんがいる。みんな多分リムルのことを女だと思ってるんじゃね。そろそろ優秀な参謀が必要だね。いよいよ城を作らないといけないよね。早く誰かリムルを倒さないかな。ミリムの配下も一人ムルに転居してくるんだろうな。リムルちゃんはしばらくミリムちゃんの相手をしなくてはならないわら。あっけなく寝返ったけどこの後どうなるか。シオンはミリムと一緒になって風呂場で遊ばないように我慢してたんだな。アニメの見えそうで見えないカメラアングルおかしくなかった。シオンのシオンを見せてくれた功績は大きい。このアニメの一番いいところは声優の演技だと感じる。アニメーションはもちろん素晴らしいんだけど声の演技に関しては次元が違うな。サウンドデザインもすごいぞ。